引きつけます。右相馬、マテウスはラストパス、こぼれてきました。坂井ヘッド、こぼれた稲垣豊か。その前にマテウスがいます。中を見ます。マテウスクロス、ピンポイント、あーっとオンゴール、マクボールがあります。ここはゴールで、ね、来た。森下はただ下げてレオシルバ、宮原から金崎、マテウスだ、決まった。中に通る、ワンタッチに手、シュート。何ができればいいですか。まあ、ボールを動かすところ、こういう風にできてますけど。奪った、柿谷切り替えてのシュート、ー2点目。ここを狙っていた、転倒、後半の立ち上がりしっかり入ろう、クロスの質にこだわろうということで指示を出しています。クロスボール入ってきた、キーパーは谷、決めた、入れ替わるというグランパス。さあ持っていく、早い攻めになる、裏を狙ってマテウス、オフサイドラッカー上がっていませんが、シュート決まって、キーパーは権田修一、日本代表の守護神です。さあ名古屋も、ここは裏、森下がいる、繋いでチャンスだ、決まりました。ここまでは今シーズン2得点を挙げていますが、直接行ってニアサイド、ニアおっと合わせた、うん、待て強い。さあ先頭が上がってきた、先頭、先頭だ、中央ヘディング、強いディフェンスできてますからね。高い位置で奪った、そのまま仕掛けて柿谷スルー、阿部のシュート、斜めのパス、マテウスワンタッチで股抜き、中央酒井、マテウス折り返し、酒井、斜めのパス、相馬スピードがあります。相馬右足で狙って、マテウス低いボールで来た、センターバックの間で持っていたところ、マテウスが体反転、右サイドから中入れる、シュート打っている、先頭、斜めのドリブル、さらに上がっている森下、エリアの中からのシュート、戻して、マテウス、稲垣、アルリフラに変わりました、後ろから1点は返しています。マテウス1対1、落ち着いてきて、が運ぶ、1人マテウスが走っている、そのマテウスへ、マテウスがそのままボールを持つ、そしてシュート、お前直接、はい、スペースを使って、フェインからそのまま上がってくる、シュートだー、おー、ポストに当たって入りました、走り出していますが、サイドを変えて森下、折り返した、シュート、ナイストラップ、7位、多くの選手が上がってくる、手をシルバーため作って右足、完璧、内田へ、これは通りそうだ、折り返す、マテウス、右のスペースもというところですが、中を使ってくる、左足合わせた、しかいないっていうのがね、ちょっともったいなかったところですね。グランダール通します。さあ長いシュート、レオシルバ追い越す、右からマテウス、3対2、マテウスを使った、マテウスだ、マテウス、
まいです。あー、ただここにも長井が反応。長井落とした。後ろからシュート、長きこぼれ球。もう一度マテウス狙ってきた。スペシャルユニフォームを着用したという効果になります。さあこのルーズボール、知恵広拾った、ちょっとキーパーがいないような状態で決めていきました。長谷部監督が1点やりなさいと、もう、はい、ちょっと珍しい。相馬先頭、戻して相馬もっとここ長いに入ったが、長いシュートだー。中谷走ってくる、スラッテー、どうだ、入りました。早いリスタート、森下上げ切った、投げて宮原入れて、おっとヘディング頭を振っていました、丸山です。そしてもう一度深いところからマテウスがえぐってゴール前、高い、そのゴール前を最後押し込んだ。